にちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は37ページ29番の C と D になります。もうやっとこのね、もう本当にここや、本当にここや2回言いましたけどね、それでは早速4分の6拍子 C の方からやっていきたいと思います。1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、こんな感じでね、いきますよ。それでは早速やっていきましょう。1、2、3、2、2、3、そうですけれども、何回もね、ちょっとこれ合わせて歌ってみてください。それではね、 D 2分の3拍子の方もやってみますよ。全部いっぺんに同じ日に収録したんですけどね、もう今ね、胃がキリキリしてきました痛いです。皆さんもね、ちょっとこの辺乗り越えるの大変だと思うんですけれども、頑張ってね、練習してみてください。これが終わればですよ。あ、ちょっともうなんかね、安心の主語音符って感じですかねこの4分の4拍子ありがとうみたいなね、なんだろうそれわかんないですけど、まあね、いつも私のね、くだらないお話に最後までお付き合いいただき大変ありがとうございます。そしてですね、本当にね、毎日ね、チャンネル登録者がチャンネル登録をしてくださる方がですね、少しずつ増えてくるんですよ。で、何をご覧になってこのチャンネル登録をされてるんだろうって、すごいね、だんだんプレッシャーがかかってきて、いやでもね、交流文献はそんなに見てる人がいないから、絶対ね、コンコーネとイタリア歌曲なんだっていうのを分かってるんですけど、今すごいちょっとね、いっぱいやることがあってですね、なかなか収録できなくて、まあ、交流文献ね、ご覧になってる方はコンコーネとかイタリア歌曲とか関係ないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、まあね、思ったよりですね、コンコーネという本を声楽のね、教材として使っている方が多いんだなっていうことにね、非常に驚きました。素晴ら
しい教則本なんでしょうか。どんなのかよくわかりませんが、何をね参考にしてくださってるのかわかりませんが、本当にねありがたい話です。いつもどうもありがとうございます。今後もね頑張って収録していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。皆さん、いつもストメチャンネルご覧いただき大変ありがとうございます。このね動画が参考になったなって思われた方は、ぜひ高評価の方よろしくお願いいたします。またまだチャンネル登録されていない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。